ムアーウィアは、イスラム教の5人目のカリフで、ウマイヤ朝の初代カリフである。同盟の孫、ウマイヤ朝第3代カリフのムアーウィア2世と区別して、ムアーウィア1世とも呼ばれる。前名は、アラビア語、ラテン文字転写、ムアーウィアイブンアビースーフィンイブンハーブイブンユーマウィ。ムアーウィアを排出したウマイヤ家は、ライ種族の名門で、ムアーウィアの父アブースフヤーンは、 真っ赤の有力者として預言者ムハンマドに激しく敵対した人物である。ムハンマドがメッカを征服した後に、父アブースフヤンらに従ってイスラム教に改宗し、兄なヤズイードと共にムハンマドの秘書の一人として活躍した。ムハンマドの死後、ムアーウィアの2ヤズイードが初代カリフ、アブーバクルによって初代シリア州の総督となると、アブーウイダの副司令官として、 同地の征服を命じられ、ムワーウィアはこれに従って、シリア中流の東ローマ帝国との戦争に従事した。ハーリドイブムアル・ワリードが、イラク戦線から転戦し、ダマスクス、エルサレムなど主要都市が次々に、イスラーム勢の支配下に置かれたが、639年に、シリア一帯で流行した悪役によって、シリア総督、アブー・ウバイダをはじめシリア方面軍の小卒の多くが、病死した。 第二代カリフーマルは、ヤズイードに、時代総督を任せ、抵抗が激しかったカエサリアの征服を命じた。しかし、640年ににヤズイードも、ダマスクスで病死すると、ウマルは改めてムアービアに、シリア総督に任じ、シリアの部族を掌握して、カエサリアを陥落させるなど、東ローマ帝国との戦いを進め、キプロス島とロドス島を征服して、シリアに、 かっこたる勢力を築いた。656年、第3代カリフ・ウスマーンが暗殺されて、第4代カリフにアリーが就任すると、ムアービアは、ウマイア家出身だったウスマーンの地の復讐を叫んで、アリーと対立した。スイフィンの戦いなどで、アリーと戦って、次第に勢力を拡大し、660年にはエルサレムにおいてカリフ就任を宣言。 翌661年、アリーがハワーリジュ派によって暗殺され、自らもハワーリジュ派の資格による襲撃を受けたが、ムアーウィアは辛くもこれを撃退することに成功し、このことにより単独のカリフとなった。ムアーウィアは、本拠地シリアのダマスカスを首都に定め、カリフくらいの実質的な世襲化を始めて、ウマイア朝を開いた。ムアーウィアは、すでに歴代カリフの暗殺に見られるように、 ハワー・リジュ派など、アラブ諸軍の反乱を抑制するため、軍や支配地域の放給と租税を監督する官庁や、直令を管理する官庁を整備していわゆる D1 制度の確立を進め、各都市や宿場に駅場を配置して、駅定制度を付設し、遠方に展開している、中流軍の開廃など軍事制度の整備など、指導者である預言者やカリフを中心とする、 部族集団の連合体だったイスラム共同体を国家体制として機能できるよう整備に努めた。680年、息子で、ウマイヤ朝後継者のヤズイードによって、アリーの子で後にシーア派の本流となるフサインと、カルバラーのムスリムを虐殺した、カルバラーの悲劇が起こる。これによって、ムアーウィアのスンナ派が、イスラムの派遣を築いた。ウマイヤ朝は世俗化し、アラブ帝国。 イスラム帝国へと発展していく。後のシーア派との深き対立を後世に残すこととなった。ありがとうございます。